してあの光を恐れるようになったの。まるで葉を畳めない蝶が舞うよう。どうしてあの人をまた選んでしまったの。駆けついた喉ではもう泣くことも叶わないの。お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、買ってきましたよ。お嬢様？おかしい。お嬢様はおろか、メイリンやパチュリー様の気配もない。みんな、どこへ行ったのかしら？どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、サクヤ。役も、ゆかり。何か楽しいことがあったみたいじゃない。あなたのお嬢様の思いつきで。思いつきでというのは否定しませんけどね。私も参加したかったのだけど。どうせいつものようにね。否定はしないわ。それでお寝坊さんがここに何の用かしら。そうね、その素敵な吸血鬼さんに挨拶に来たのだけど、どうやらご不在のようだったので、代わりに私が留守を預からせてもらったの。しらじらしい。お嬢様たちがいらっしゃらないのもあなたが関係しているとでも言っているみたいね。あら、そう聞こえる？平静を装っているけど内心はといったところかしら。貴様、たぎらないたぎらない。綺麗なお顔が台無しよ。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしたら。頭の悪い人間、気づかないようだから教えてあげるわ。何？春がまだ来ないとでも言えばいいかしら。春が面白いと思わない？ヒントはここまでにしておきましょう。待ちなさい。誰かに盗まれた針、誰が何の目的で。でもそれじゃあ春が来ないと。確かに春なのにこの気を。お嬢様がいないこととそれが何か関係がある？お嬢様、砕ける。
止まる。これはコウ魔女？なぜ？以前とは姿が若干異なる。だけどこの禍々しい気は紛れもなくコウ魔女。もしやまたお嬢様が。ゆかりが関わっているのであればその線は。それにお嬢様が私に何も言わないというのも考えられない。じゃあこの城は誰が。その声はメイリン。どういうことなの。話は後で、縄を解いて、と言っているよね。はいはい、分かっています。早くほどいてほしいんでしょ。あ、あなたは、アリス。レミリアのメイドじゃない。どういうことか説明していただける？え、何が？うちの門番がお世話になっているようですが、このように。あれメイリン？何してるの？って私。あなた以外誰がいるかしら。知らない知らない私知らない。私じゃないよ。知らない。力ずくで来い。と言っているよね。そんな。こえ。ち。人形。
これで話す気になったかしら。だから私何も知らないってば。この子に及んで。ちょっとその門番に聞いてみればいいじゃない。それもそうね。ありがとうございます。メイリン、あなたをこんな姿にしたのは誰？いや、どっちも同じです。それで昼寝を。ということは、どうして私の方を睨むの？私、あれあるもん。アリバイ。そう、アリバイ。だってさっきまで昨夜が降臨堂で買い物してたの見たもの。それを知っているということは、メイリンを襲うのは物理的に不可能と？うん、私はただこの方角に不吉なものを感じたから。なるほど、分かった。ようやく分かってくれた。昨夜レミリアのことになるとすぐこうなるんだもの。何か？いえいえ、何でもないです。ほらメイリン、城に入るわよ。